2001マーズオデッセイはアメリカ航空宇宙局による火星探査機、主に火星地表の蘇生を調べる。元々のミッション名はマーズザベイヤー2001オービターミッション。2001マーズオデッセイが移したマリネリス峡谷ミッションの目的は火星の表層の水の痕跡の発見、地表の鉱物の分布、放射線測定など、基本ミッション終了後も稼働を続け、 後の火星探査機、マーズエクスプロレーションローバーやフェニックスの通信を中継なども行っている。観測により、次の興味深いデータも得ることができた。名称は映画2001年宇宙の旅に由来している。NASA は2010年9月までのミッション延長を承認している。これにより、年単位での時間の変化に伴う地表、雲の変化の測定、 より詳細なマッピングなどを行うとともに、火星地表に到着したスピリット及びオポチュニティの地球との通信の中継を行っている。マーズサイエンスラボラトリーの着陸時のリアルタイム中継に利用された。なお、搭載されている推進剤は2015年まで使用可能である。マーズグローバルサーベイヤーから撮影された2001マーズオデッセイ。 ありがとうございます。